令和の虎、その思いを金に変えろ第3期レイトラビジネスアカデミーまだまだ受講生募集中です詳しくは概要欄から定材で通販とかどこかの店舗でこういった作品を買えないようにあえてしてるんですかあもし置きたいだったりですとかどこかで購入できないのかという声があればあの。 あると思っているので EC サイト作ったりとかあとそういう企業様からあのお店のところショップからもオファーがあればそこにも置きたいなというふうに思っております、うん、そこまで分かったんですけど、はい、なぜお菓子なんですかああのお菓子な理由は飲食をやってるっていうのもすごく大きいんですけれども一番一番 つてがあると言いますか、営業先が豊富なんですね。例えば、今の店舗ですと、まあ、店舗自体にも置けますし、店舗の不動産との直接のやり取りなので、社内放っていただいたりとかすると、やっぱ一気に数千人にあの新商品出ました、しかも近くのお店ですっていう案内も出せるので、そこもすごく自分の中ではポイントだなと思ったのと、百貨店との,あのお仕事もしていたので、そこにも営業がしやすいなというところで、今回お菓子を選びました。もう一つあるのが、 やっぱり喜んでいいいたただきたいというキャニーちゃんで何かを作った時に喜んでほしいなっていうのがすごくありまして誰かにプレゼントすることもそうですし自分へのご褒美で買う方もすごく増えてるということで人にも渡せるし自分にもプレゼントできるそのお菓子の中にキャニーちゃんがいてくれたらちょっとこうキャニーちゃんのイメージもその残ってくれるかなと思って今回お菓子業界ってレッドオーシャン中のレッドオーシャンじゃないですか。<laughs> そこに <laughs> あえて賞賛があるのかどうなのかということともう一つ一番期待のが賞味期限1週間でそのリスクを上げきすぎるんじゃないかなと思うんですけど受注生産にしようと思ってましてあの予約期間をちょっと設けましてそこで受注でじゃ予約が入んなかったら作んないよかったです作らないあ,あなるほどね分かりましたはい置き去りにされている感じがしてて一番気になっているんですけど歌舞伎町ホスト界のオルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田龍聖 年26億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引アジアのフィ城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う,うキャニーちゃんんをまず知らないんですよ、はい、で福牧さんのなんか愛情はすごい伝わってるんですけどいやキャニーってなんやねんっていう、うん、アニメとかで出てくるキャラクターとかだったら認知してるし分かるんですけどいやキャニーちゃんって福牧さんが描いただけとか。 そのアポロ人形になるんですって言われてもいや何のキャラなのっていうのが全くわからないしどういうストーリー背景のキャラクターなのかもわからないからなんか僕は全然愛いせてないんですよ全然置き去りなんですよだから、はい、どういう女性のキャラだから買いたいのっていうのもわからないからなんかそこら辺がどうやって打ち出していくのかなみたいな。キャラクターってこう本当に人と同じで 魅力に感じる人もいれば感じない人もやっぱ出てきてしまうんですよね。で、大体イベントをしてて買っていく方ってほとんど一目惚れなんですよ。見た瞬間にその知らなくても何かしら本人が感じてそこでのめり込んでいく。もちろんアニメとかのストーリーもそれでのめり込んでいくパターンもあるんですけれども見た瞬間に買う方とか引き込まれる方が いジャケ買いみたいなことが多いってことですよね、なんか買って聞いてみようみたいな感じで、買ってきてみようで、かわいいからとか、かっこいいからってことか、多分買ってきてみようで T シャツ買うってことですよね、手頃価格だし、まあ。あとこれ、多分売れるか売れないかをやってみなきゃ分かんないですよね。で、えー、とソフビと、それでもう最初の500万は返しちゃおうと。 だから需要、えー、的にはリスクがないんじゃないかと売れたらラッキー売れなかったらしょうがないっていうそういうイメージしかわかないですね。キャニーちゃんの SNS とかって作ってますかまだ？えっとインスタグラムだけなんですけれども。今どんくらいですか？1万人です。1万人。はい。あ1万人もこォはいるんですね。<laughs> この1万人をどうやって集めてる？ コツコツあのプレゼントをそのイベントで渡しながらこういろんな人に声かけてフォローしたらこれあのプレゼントしますよみたいな形で,でスタッフと一緒にずっとやってました2015年からやってるすご <laughs> こんなのあっためてたんですねすごいっすねコラボソフビーとかは絶対売れると思うし新しく作ったその次に作るオリジナルのソフビーも売れるとは思うんですけどそれで。 広がった認知を貯める場所をしっかり作っておかないといけないかもしれないですね。じゃないとなんかこう、本当500万で作って売れてそれ以上のお金にちょっとなった以上みたいな感じになって結局やりたいそのキャニーちゃんっていうキャラクターのブランディングだったりとかそのキャラクター自体の拡大みたいなのは、ここはまあま今のところ見えてないですね。これが売れることはなんとなく想像つくんですけど、なんかその先の戦略とかそういうことを お話し,していただい,た方がいいいいたただ方がかなと思いますソフトビニール人形とお菓子缶を同時進めてると同時にあのやはりアートをあのどんどん出していきたいなと思っておりましてで国内っていうよりもやっぱ海外の方にアートの需要があるので海外の方に出て逆輸入という形で国内でまたイベントをしていくっていうのを今。 考えてます数字私は数字だけしか見ないんであ数字で出せるんだったら出します。う返ってくるんだったら出しますしあとリターンがめちゃめちゃいいんで全体収益の50%。 上限1000万までということで要は倍になって帰ってくるっていうことですからしかも収益の50%をリターンにするっていうことなんでもうこれはかなりリターンですねであと T シャツの売り方あグッズの売り方について私大賛成ですこれをどっかの EC サイトとか、えー、わけのわからない、えー、SNS とかで発信してもまず売れないでしょ EC サイトで売るのって多分めちゃめちゃ難しいんですよそうじゃなくて対面でイベント型で売っていく方がおそらく多少だけど売れていくそこから広がっていく可能性あると思うんでそれは大賛成です ね、ありがとうございます普通にこのフィギュアが売れるか僕は株式会社ハッピー商店社長斎藤智春マジックザギャザリングポケモンカードゲーム専門店ハレルヤ創業年賞は60億円超え伝説のプロカードゲーマー YouTuber ーートモハッピーが語る理念は商売をとことん楽しむホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか普通にこのフィギュアが売れるか僕は結構 不安ですアポロは売れると思いますで、その後のやつが今のところその売れる根拠的なものが渋谷さんがいけると思ったしかないんですよ、はい、渋谷さんがいけると思ったもの100発100中だった人なのかって言ったら多分違うと思うんですよねそれが怖くてっていうのもこのキャニーちゃんとフィギュアのキャニーちゃん見た目が結構違ってて 僕はこのキャニーちゃんとかスタンプのキャニーちゃんは好きなんだけど個人的にはフィギュアのキャニーちゃんあんまり好きじゃない既存のキャニーちゃんファンの人が本当にフィギュアを買うのかっていうのが結構怖くてそれって感じないですか見た目結構違うじゃないですか私自体もう全く感じなくて。はい、あのこのキャニーちゃんを デザインを起こしたののも私なので,、はい、でそこにこうちょっとどういったものが喜ばれるかっていうのを入れてるんですけれども正直あの全然キャニーちゃんだなっていうふうに思ってますこう渋谷さんのこのアポロがうまくいってる理由ってこのキャラクターが可愛いとかいけてるっていうのももちろんあると思うんですけどその他の例えばインスタのブランディングだったり今見てるんですけどめちゃくちゃ上手なんですね。はい、あちょっとごめんなさい、ね、どうぞお願いします 何何ちょっと遅れてきましたけど <laughs> あのイエローキャラの方じゃないですかはいせっかくなんであれに似てますねあんなだけあの同じような,なんか水玉模様のなんかキャラクターいますよねすみんせんダッチちゃんでなくて何よねベティちゃんですアメリカンレトロがものすごく流行っていて ちょっと昭和レトロも流行って次はもう海外レトロに今映ってる最中なんですけど、うん、これ実はあの遠くからと分かりづらいんですけど刺繍をしてるトレーナーです、ねうんうん、なんか立体感ありますねちょっと近くにいてお見せしてくださいちょっとあの胸ありすぎるんじゃないかな <laughs> そんなことないですちょっと見づらい見づらいですよだとしたら持ってますダダボダボであのなんですこれあそうなんですね,ね <laughs> 逆に寄っちゃったっ、ね、いやいや大丈夫です。いやいやいいんじゃないですか。あんまりそこのね、そこの地域はあんまりね業種できないんで普通ね男子はそうですねねそうできないです。うん、はいすみませんモモちゃんありがとうございました。えっ、ー、とせっかくなんであのイエローキャブのあの新藤モモです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、これから令和の虎のあのもう一人のアシスタントとして活躍しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、はい。それで続き話いいですか。はいどうぞ。えっとー。 この渋谷さんがうまくいってる理由ってアポロがいけてるアポロのキャラクターかわいいっていうのもあると思うんですけどインスタ見てるとめちゃくちゃうまいんですよねブランディングだったりとか,だかそういうところも真似していかないとこうコラボグッズだけ売れただけでキャリーちゃんのソフビーは売れないかなって今の状態だと僕もともハッピーさんと同じ懸念ですね、はい、あのもうちょっとアポロがうまくいった理由みたいなことを言語化してそこも真似ていかないといけないかなと思ってます渋谷さんとはあのただ作るだけではなくてあのちゃんとその 作った後も一緒に、あの共同で販売戦略を、あのしていくようになっています。渋谷さんにお金入るようになってるんですか、それって。で。入ってないですね。あの渋谷さんは塗装で、うん、塗装してくださるので。 その部分でお支払いはします私このキャラクターにはごめんなさい私の感覚一1ミリも刺さないんですけど、はい、私男なんでちょっと申し訳ないんですけど <laughs> 1ミリも刺さないんですそれあんまり関係なくてこれ売れると売れない全く関係ないんでこれあのまずコラボ商品が売れたとそれ全部売れてで残りのオリジナル商品が、まあ、680体売れれば500万返ってくるわけなんですよこちらとしては。で体をもしし、えー、売れなかったとしたとら 手で売る自信ありますか気合ありますかもう一個ずつ六百八十体を気合で売れる自信ありますか?。あの、これが二万体売るって言ったら難しいかもしれないですけど、六百八十だけだったら。知り合いに気合あれば売りつけれるんじゃないかなって。トラ全員が毎回のエディション。 一体ずつ買えば終わりですからね。ってことなんですよ。<laughs> その気合があるかないかって実はビジネスをおってものすごい大事で、売れなかった場合に自分の手で売る気合があるかどうかっていうところが大事だと思うんですけど、それは信頼していいってことですか？もちろんですあ。ありがとうございます。はい、自分の手で売ります。売れます。六百八十台自分の手で売れます？あの売ります。売り、あその、はい、気合があるかじゃなくて、根拠があるかって話をしてるんですけど、つな、はい、がりがどん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 増えていくと思うので、紹介していただいてイベントだけじゃなくて。 どどこかでこう許可をもらって、お店に頼んで、そこでお客さんにお話しして。販売してみるだとか、いろんな方法があるかなと思います。これって水を一万円で売るのと同じなんですよ。はい、もう頼み込んで、もう将来何年でもの開発返しますから。売りますという気合があれば、まあ私はその気合を確認しただけで、もし気合があればいいと思います。僕はあ今のところ六百八十体が。売れる。 ビジョンが見えてないですね。なんか同じような事例で言うと、あの岡本まりちゃんのウシガエル君っていうキャラクターがーあの僕出資したんですけど、絵本に僕もしました。<laughs> なんかやっぱ続けてはいるんですけど、やっぱすごい広がりを見せてるわけでもなく、なんかめちゃくちゃ絵本も売れてるわけではないですよね。すごい地道に活動して本当に多分10年20年かけて歳月をかけて多分愛していかないとキャラクターとして育っていかないし、物も売れないと思うんですよ。 っていうビジネスモデルだと僕は思ってますだからそんなに単純ではないかなって思ってるし短距離層ではないかなとも思ってるんで、まあ、投資家も含めてて長距離走り走れ,れるかなっいいう感覚だと思いますね僕はちょっと長距離はもう牛がいるくんだけでいいかなと思っちゃってるんで <laughs> やっぱり一個やってそこまでうまくいってないなあ,あの岡本真理さんってタレントがやったとしてもうまくいってない斉藤匠さんが声優やったとしてもなかなかうまくいってないレベルだからそんな甘くないんじゃないかなって思ってます。 はい、<laughs> もうそれは間違いないなですね <laughs>、はい、キャラクターとかのこういうしょものはそんなに簡単に売れるもんではないですマリさんめちゃめちゃ頑張ってますよね本当に、ね、そうめちゃめちゃ頑張ってる SB 食品とかと、うん、あのコラボしたりとか僕らにツイートしてくださいってちゃんとお願いもしてくるし本当にあに彼女は牛ヶ恵留君をずっと愛してくるからこそあの子だったら続けられるけどやっぱり難しいよね <laughs> みたいなのはずっと僕も思っててうんだから同じ感覚かなってちょっと思ってますね はい、あとあの全体収益の50%っていうのはこちら側からするととてもいい条件だとは思うんですけど株式会社アドヨス代表高澤佑樹イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットは責任ある自由人誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす これなぜ50%にしたんですか？自己資金が100万で、皆さんに500万ってなった時に、その50%っていうのがもう一番的確かなというふうに私自身思いました。50%も私あのこちらにリターンをされると当然こう。継続していくためにはその資金は必要になってきますよね。そのあたりは50%も返しちゃって大丈夫なのかなって。 思思うう意見もあるんんじゃなないのかなって思うんですよこ,れこの仕事だけではなくて他にも私やっぱ仕事をしてますし、うん、イベント自体ももう本当自分で出るだけなのに人件費もかからないですし今のところなので あの、正直この収益50%をお渡ししても、私自身それで身動きが取れなくなるっていうことはないです。キャニーちゃん特典って何すかなんかもう一個一応付け加えてあるでてるから。あの、まあね、<laughs> 詳細は収録内で。<laughs> ね話しますって言うから。あの、このキャニーちゃんっていうキャラクターを、もしあの、今回投資していただいた場合は、多分これからいろいろグッズだったり、アートだったりを出していくんですけど、それをあの、もうプレゼントしますっていう、 あのリターンですね例えば洋服だったら男性の方にはなかなか刺さりづらいキャラクターかなっていうのは本当にもうあのやっていても思っておりましてもしよかったらその娘さんだったりとか女性の方だったりとかに見ていただいたら多分10人ぐらいに聞いたら割と5人以上ぐらいは可愛いって言ってくれるんじゃないかなと思うのでそういう方にプレゼントその時にしてもらえたらなと思っておりますオリジナルキャラクターキャニーちゃんを売り出す挑戦 虎ちはグッズの売れ行きを懸念する物語は最終局面オールオアナッシングの行方は…思いついたのがすごいですねリライブシャツというシャツなんですがはい、では時間も来ましたので福牧さん、えー、最後もう一声お願いします、えー、ラストステイトメントです はい。今日は、あの、聞いてくださって本当にありがとうございます。まだ、あの、認知もない私ですけれども、もう本当にこの、今後、投資していただいたら本当にいろんなことを、あの、トライして、どんどん、あの、に、どんどん認知が上がるように、えー、何でもしようと思っております。えー、ぜひ、私と一緒に、あの、キャニーちゃんを通してワクワクしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 はいありがとうございましたでは一旦壁側をお見受くださいはい、えー、それではただいまよりファイナルジャージメントタイムですはいではお直りくださいではこれより最終決断に入ってまいります青さんはい先生向川ナッシングです えっと、今のプランだとコラボソフビは売れると思うんですけどそこから先売れないと思ったのであの、まあ、コラボソフビをやるために来たわけではないとおっしゃってたのでじゃあ僕も出さなくていいかなという次第ですでもあの可いいと思うので応援してます頑張ってくださいありがとうございますはいトマッピーはい200万円ですえー、まあ福巻さんが好きな分とキャニーちゃんが好きな分ですね <laughs> はいあのー、応援で100万円だけっても考えたんですけど結構ちゃんと応援しないとダメだなこれって思って100万だとリスクも少ないしリターンも少ないからあんまり本当の口だけの応援になっちゃうんで200万にしましたありがとうございます頑張りましょうはい保田さんはい、はいはい、えー、僕はナッシングですえっ、ー、とまあキャラクター自体を一緒に20年間愛せるかなって思った時に僕が自信なかったですね なのであのちょっと二人三脚難しいかなっていう決断ですすみませんありがとうございますはいゆうさんはいあ全額ですかはいはい<ー>はい500万円ですえー、っとこのグッズが売れるかどうかは全くわかんないんですけどリターンが魅力的でしたありがとうございます <laughs> ありがとうございますはいこの時点で完全オールですおめでとうございます ありがとうございます。はい、じゃあこのまま続けましょう。高澤さんお願いします。はい、えー、僕ははい100万円です。はい。あのー、応援だけになっちゃうって言,言ってましたけど、ちょっと応援だけかな。<laughs> <laughs> あ、でもあの最終的にはアートで生きていきたいというようなそのまあアーティスティックなこうねお考えをされて。 いてその長いこう道すがら、まあ、どこまでいけるのかなっていうのは分からないんですけどでも井口さんおっしゃるようにこれは絶対帰ってくるなと思ったんで <laughs>、はい、ぜひ応援したいと思いましたたいいいとと思ままありがとうございます、はいえー、では福脇さん、えー、と希望金額500万に対してトムアッピーから200万井口さんから全額の500万そして、えー、高澤さんから100万円出ましたエクシードになります、はい、いろんな考え方があると思います。<laughs> えー、井口さんから全部いただくことがあるから井口さんは外せないので500万までには、えー、じゃあどうするかっていうのはもう自分の中で決められてますか皆さん均等にお願いしたいなと思っておりますあの本当に令和の虎にここ1年関わらせていただいてで私今からこのもっともっとキャニーちゃんを広げていく中でぜひあの関わっていただきたいなと思っておりますのでお三方に 出資していただいて本当に嬉しいですし皆さんと一緒にやっていけたらなというふうに思ってますのでどうぞよろしくお願いしますあの感想終わってみていかがですかあの本当に貴重なご意見たくさんいただけてあの自分の中でやっぱりすごく思い入れの強いキャラクターなのでちょっとこう自分の中でこう盲目になったところを皆さんのアドバイスでちょっと光が当たってあ確かに本当その通りだなっていうところが見えてきました ももっともっとと今自分がやってないことをトライしていく必要があるなって気づかせていただいたので本当に今日ありがとうございましたよろしくお願いしますはいおめでとうございますファンクラブメンバーが挑むタイガーファンディングその結果は見事完全オールで終幕オリジナルキャラクターキャニーちゃんが世界へと羽ばたく日は近いのかもしれない新たな虎の子の挑戦 この動画の最後まで見逃すなはいということでご視聴ありがとうございました今日虎ノコ応援シーサイトですけど立ってますよ、はい、はい。たくさん紹介しますはい。えー、順番にいきましょうまず福牧さんが手に取っていらっしゃるこの、えー、と渋谷さんのところのアポロとキャニーちゃんのコラボのねソフビこれどうすればいいんですかこちら50体限定で、はい、あのお申し込み方法が キャニーちゃんのインスタグラムをフォローしていただいてそこからあのフォームに飛びようになってますのでそちらで応募してくださいそうすると何か抽選券がもらえるんですかそういうことではないもう申し込んだ時点で,で応募になるいうことはこれは一旦はお金がかかるわけではなくて、えー、まずは今言ったように概要欄貼っときますから、えー、と応募していただいたら抽選でまずは当選するということですねで、えー、と抽選の結果見事当選していただいた方には、えー、とおいくらでしたっけ 3万3千円で。はい。3万3千円、税込み、送料込み。はい。ね、これ、あの、大サービスでございますので、よろしくお願いしたいと思います。えー、せっかくなので、たくさんここに並んでいる商品をね、皆さんに買っていただきましょう。はい、はい。順番にいきましょう。えっ、ー、と、まずは、クッキーですね。はい。えー、このクッキーなんですけれども、ここにあるように、アルファベット、これを、えっ、ー、と、申し込みフォームで選んでいただけるようになります。えー、アルファベットの A から Z までを、ご指示いただいた上で、中身ちょっとお見せしますね。 こんな美味しそうなクッキーが入っています。このキャニーキャニー、はい、キャニーキャン、キャニーキャニー、はい、これをえっといくらですか？三千九百円。こちらも税込みで送料込みです。税込み送料込みで三千九百円で販売しますので、一個から当然いいわけですね。はい、はい、ね、当然いくつでも結構ですのでお申し込みいただきたいと思います。これは一応数には限りはないですね。はい、大丈夫です。はい、えー、続きまして同じ金額のこれ、はい、ねポーチですね。 これは何種種類類あるんですか 2> 2種類です、ね、今僕が手に取ってますまず紫色のバイオレットのこっちですねこんな感じになってるものが1種類とそれからこちら裏はこんな感じになってますこれ2種類ありますこれもさっきと同じ金額で税込み送料込みで3900円で販売しますのでこれはどっちを選ぶのかを決めていただけるようになりますねはい、はい、ということですさあ えー、4つ目の商品ですけれども、これですね。はい。これはまあ、言葉としては何て言えばいいんですかキャンバスアートですね。キャンバス,ンバスアート。はい、はいえー。このサイズのものが、えっ、ー、と、2万2000円。はい。これも税込み総量込みでいいですかはい、大丈夫です。はい、えー。これは、種類は3種類。3種類ございます。はい。これもじゃあ、えっ、ー、と、実際に EC サイトに行けば選んでいただけるようになると思いますので、こんな感じになりますので、よろしくお願いします。はい。そして最後ですね。これは、 えーと5万5千円え0、ー、円税込み送料込み、はい、全部税込み送料込みですけどもこれもちょっと手に取ってもらいましょうか 2>、はい、僕2つ持ちましょう、はい、この3種類でいいですかはいそうです、はいえー、この3種類になりますので虎ノ子応援 EC サイト市場こんなにたくさんの商品が生きにいるのは初めてなんですけどもどれが一番売れますかね<も>分かんない もう選んでいただけたら本当に嬉しいです、ね、本当にあの豊富な品揃いでございますのでぜひ皆さんああのまあ、令和の虎は今20%ぐらいは女性の方に見ていただいているんですけれどもなんといっても8割は男性ですね。自分の奥様とかお子様とか彼女とか素敵な方にぜひプレゼントにあのお求めいただければ嬉しいかなと思いますじゃあ最後になりますふまきさん、えー、視聴者の方にメッセージをどうぞこのオリジナルキャラクターのキャニーちゃん これからあのどんどん世の中に広げていきたいと思ってます。えぜひ皆さんの大切な人とのつながりにキャニーちゃんがあの添えることができたらすごく嬉しいですので、ぜひ皆さんあのよご覧になって選んでいただけたら、えー、嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よかったね。オールになってね。<laughs> おめでとうございました。ありがとうございます。もう僕も肩の荷が降りました皆さん。<laughs> はい。ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。 仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催ともつながれる令和のザワファンクラブ入会はこちらから